ではここからは予報センター山口さんに解説していただきます。山口さん、よろしくお願いします。お願いします大丈夫ですかね、コードがね引っかかるんですね、向くときに。大変失礼いたしました。さあ、ということで、はい、ランタンが1個減ってたの気がつきましたかね。どこに行ったかというと、ここに来ました。山口さんと並べてみました。昨日一緒に並べてね、写真撮ってツイッターあげましたけどねえ、私の時間だからね、私のランタンを前面に出してもいいんじゃないかということで、見えるかな、すっごいね、メガネつけて可愛い感じに仕上がったんです。似てますね。何そのなんか苦笑いじゃないですか。いや、苦笑いです。でも可愛くできましたよね。とっても可愛くできたということで、これはグランタンというそうです。グッザンだから、グランタン、命名グランタンです。グランタン、グランタン、ものすごく言いにくいです。ものすごくいい、ね、グッランタンということで、じゃあ山口さんもグッランタン、リアルグッランタンにね、きたーということで、グッランタン。私ね、山口さん、こう魔女よりこっちが似合うんじゃないかと思って、どうでしょう、グッランタン。はい、これさっきも言いましたけど、あのやるならあれですからね、私一人ではやらないですよ。そう、なんかさっきもやるなら、あの私も被んないと被るわけありませんよって言われて、とりあえず受け取りましょう、とりあえず受け取ってください。私もとりあえずね、私はでも魔女を昨日もかぶりましたから、ごめんなさい、自由ですね、すごい。いや、私がかぶったらかぶってくれるんですね、うん、せーの、せーの似合う、似合いますね似合います。やっぱり山口さんはハロウィン、うん、こっちな気がする、こっちより山口がハクって感じしますね、なんか今日はって、うん、もうあの説得力がマイナスに、うん、マイナスになっちゃいます ね、 ね。いや、でもなんか想像以上にやっぱり似合っております、うん、山口がハクに見えます。絵描けそうです。あ、そう、絵下手、絵下手なんです。そう、それがこう団子飯になって、ね、そう、昨日なんかかぼちゃの絵描いてくださいって言って描いてもらったら団子飯ができてきたんですよ。あれ相当あれですよ、うん、真面目にやったんですよ、真面目に描いて、うん、団子飯だった。横、うん、から見ればこうだよな。私の場合はあのこのハロウィンのかぼちゃじゃなくて、あの、うん、当時に出てくる、うん、あのかぼちゃ描いちゃった。リアルないただける方の、あ、そうそうそう、あ、そうだ、このかぼちゃじゃないと思いながら描いたら、うん、もう速攻何でしたっけ、うん、ダンゴムシともう一個なんか言ってましたよね。あ、剥かれたみかんが多かったです。そう、確かに最初は剥かれたみかんだったんですけど、これをくるってひっくり返すとダンゴムシになったんですよ。そう、だからこのランタンにもですね、ダンゴムシはたくさん入っていきました。いや、そう、悔しいかな、あのまだ置いてあったんで見た、もう一回見たんですけど、 あ、確かになって思う。ぽいですよね、はい、言われりゃそうだ。そうなんですよ、結構もうね、あれ以外見えないくらいね、うん、みんなバッチリ合ってました、ね、山口画伯絵は苦手ということですけども、はい、等圧線なぞるのは上手ですからね、天気図はとっても上手ということで、天気解説いきますか。あのカメラ目線になるのも恥ずかしいですいや、お似合いですよ、とってもお似合いですから。いやいや、もういいですかね。もういい、天気解説は普通に行きますかどうしますか、お好みで選んでください、ね、このままスクショタイムありますか、今どうぞはいこの2人を、はい、ここで F1 やった方がいい、これ写真、この1写真2写真の横見てあ、山口さん狙おう、ごめんなスクショタイムということで終わりです。帽子取って、お天気見ていきましょうか、はい、もうハロウィンは満足ですね、これで今日もう十分です皆さん楽しんでいただけたらと思います。さあ、ということで今日のお天気と週間のお天気までちょっと時間あれなんですけど、はい、山口さんに任せます、はい、お願いします、はい、わかりました、ではですね